カデコ,高一コはいあの「コクリエーション」って正式には英語にあるあの言葉ではないんですけど共同創造っていうのを「コクリエーション」っていう名前であの使っていきたいと思っています。であの例えばあの男性と女性あの陰と陽光と闇、まあ、そういうものがですね双子座の時代のメインのテーマでした。 必ずしも一緒になるという2曲がなくなるわけではないんですけどその2つの,あの曲があのお互いに交流することによってあの新しい想像が生まれるんじゃないかなというのをあのそういう意識してつけた名前がクリエーションです、えー、特にあの今喫緊の,の課題でいうと男性と女性の問題とか年、えー、と田舎の問題とかあとはあのその。 まあ会社とあの従業員、まあ、そういうふうなです、ね、支配する方と支配される方いろんなものがあのなんか二極定率にしてるためにいろいろ解決策が見えないんですけど。 二曲があの新しい形でパートナーシップを選ぶことによって何か新しい想像ができるかなと思ってこの番組を始めたいと思っていますいつもご清聴いただきまして誠にありがとうございます深月ゆりやです本日は二か月、三か月ぶりの収録ですかね二か月ぶりですねはい、えー、今年初公開収録を代々,代々木のとある会議室で行っております あのたくさんの方にご来場いただきまして誠にありがとうございます。まずコクリエーションというのはあの共同創造という意味ですが、この番組の趣旨に関しまして、あの元シャープの開発者でもいらっしゃってチャネラー・ヒーラーでいらっしゃいます金子浩一さんにお伺いしたいと思います。えっとあの、えー、共同創造ということで、えー、コクリエーションという名前をつけてますけど、えー、今日はねあの元々あの。 パートナーシップのトークイベントをこの番組にもしちゃおうと思ってやっちゃってるのであの結構あの、まあ、ちょっとややこしくなってますけどシンプルにあのト,トークイベントと思ってくださいであの今日はお伝えするのはあのパートナーシップの話をちょっとさせていただきたいと思いますで公開収録みたいな感じをしますけどあの ちょっとね、えー、ワークショップっぽいこともやろうかなと思ってます。でパートナーシップの話をちょっとしながらであとワークショップもしながらであと今日メインゲストですってはるかさんをお,お,お呼びしております。ではるかさんあの非常にあの、うん、すごいという表現はちょっと違うかもしれないけどあのなんかあの。 なんてど,どう表現していいのかご,ご本人が後であので話をされると思いますけれど、えー、いろいろいろんな世界をパートナーともらえててですごい体験をされているのでその辺りを、えー、ゆりやさんがこうインタビュー的に引き出していただこうかなと思っておりますそういういいい流れでいきたいかなと思っています。 であのえー、最初に違っただけあのパートナーシップの話だけあのちょっとさせていただきたいと思ってるんですけど、えー、なぜ今パートナーシップの話かっていうと、えーまあ、うまく説明こういう説明を分かっていただける人がどれだけいるのか分かんないんですけどあの人間の,あの,その体っていうのは。 肉体だけではなくってその上に霊体があったりとかエーテル体があったりしてるんですけどこのエーテル体の男性性と女性性が交流することが結構新しい社会を作るエネルギーのもとになるみたいなんですよね。だからあのものすごくそのなんていうの,あの 男女のそのなんかこう恋愛とは別にこう全然違う意味であの地球とか日本があの大地がその男性と女性のエネルギーの交流を欲してるあのそれはあの別になんかこう肉体的な関係とか関係なくエネルギーの交流することをものすごく求められててそれによっていろんな,あのなんかさまざまな現象が出てるっぽいのでえそういうことをですね 少しお話したいなと思って最初にパートナーシップの話をさせていただきます。とりあえず続けてちょっとあのはあの話しますけど、えー、よくあのパートナーシップイベントのところであのやってるはるかさんにまだ全然打ち合わせもしてない話なんですけどちょっとやってみたいことがあるんですけど、えーなあのはい、私の質問に答えてほしいんですけど。 ふっと思いつく言葉で私の質問に答えてもいただいていいですか。はる、い、かさんの好みのダンサーううか。イケメンですね。はい、ですね。すねはい、次にねはるかさんのハートに私が聞くんで、はい、ふっと思いつく言葉を答えてもらっていいですか。はい はるかさんの、えー、ハートさんにお伺いします。あなたの好みの男性はどういう人ですか愛してくれる人ですよね。で,ね <laughs> で、えーと、次にはるかさんの子宮さんにお伺いします。で、あのえー、もう一回行きますね。はるかさんの子宮さんにお伺いします。あなたの、えー、好みの男性はどういうタイプですかなんでもいい。 で <laughs> でもいいんです <laughs> なるほど、ね、まあこんなふうにですねあのパートナーシップの,あの,そのセミナーとかではいろいろ、まあ、こういう感じでですねあの、まあ、人にそのな好みっていうのが実は頭とあのハートと子宮で違うとかですね男性の場合は丹田に聞いてるんですけど、まあ、そういうのがあったりとかですね。 結構最近そのパートナーシップについて分かってきていることがあります。でなかなかねあのその頭とハートとたあの子宮の好みの一致って難しくて結構ねあの揉めてる人が多いんですけどなんかその辺の,あの、えー、調整するっていうのは結構大切かなというふうに思っています。まあ、そういうい話話が1つとさっきのの国民の話で 結構ね、やっぱり性的なものにあのよく分かんないけど性的なことに関しての興味はものすごく今高まってるはずです。であの、まあ、古い社会が終わろうとしてて新しいものを生み出す時にエネルギーとしてやっぱり男性と女性のエネルギーの力が必要でそれはあの単にこう,こういう形で、ま、あのしゃべることでもいいし。 であと、祭りみたいな形で交流する話もあるし、えー、そういうふうなことがいろいろあの必要かなという話をちょっと先に一夜明けさせてもらってちょっとあの本題に入っていきたいと思います。はい、あのでは、はるかさんの話をちょっといろいろゆりやさんからインタビューしていただきたいのでちょっと場所変わりましょうか。はい、はいはい 真ん中にはい<ー>はい。 そうです、ね、あの今日初めてこの番組をご覧になってはるかさんと初めてお会いする方もいらっしゃると思いますのでまずはるかさんに簡単な自己紹介をお願いしたいと思いますはるかさん旅人でもいらっしゃって踊り子でもいらっしゃるって、まあ、世界何十カ国を旅されたとのことですが、まあ、それはなぜ世界何十カ国を旅されたのでしょうかえっと 最初の始まりは、まあ、普通に旅行とかだったんですけど、まあ、こうそのうちに、まあ、パート彼氏とかパ,パートナーですよ、ね、ができてそのご縁で一緒にこう、まあ、乗っかって旅をするというか連れてってもらうというような感じでいろんな国にこう気が付いたら行っていたという感じですね。 そうで世界各国に彼氏さんがいらっしゃるという噂をちらりと,とですねあ,のある方から,あるったら、まあ、誰かちょっとバレちゃいそうなんですから伺いしたんですけど世界各国に旅をしてでそこでイケメンで,でかつ愛してくれる人で子宮的には何でもいい人と会えばちょっと彼氏と彼女みたいな関係になっちゃってみたいな。はい えっと世界各国にはまあこれから、これから、はい、うんまあだからなまだ各国ではないんですけど、なんだろうな、なんでだろう、なんでそうなってるんですかね。ねかなんでだろうあそっか そういったあの最初の国際恋愛についてまずお伺いしたいと思うんですけど最初の国際恋愛に行かれた国とその男性と出会えたきっかけみたいのも差し支えない程度に教えてください、えっと、最初あ海外の移住のきっかけっていうのはまず自分で作ったんですけどあのワーキングホリデーっていう制度で,でデンマークに本当は香港に行こうと思ってたんですけど。 なんかこう途中でなんかやっぱ香港はなんか自分の中で脳内のイメージでやりきっちゃったのでやっぱ何も知らないところに行った方が面白いなと思ってでデンマークにしようと思ってデンマークに行ってなんでだっけで最初に出会った彼氏出会った人はドイツの人だったんですけど、まあ、それはなんかこう私がこう行こうと思っていたあ、まあ、道まあ言うたら道端で出会いました。<laughs> ナンパ、なん私歩っイベントに行くときに歩っていて、その彼が私歩っているところを私を見つけて、あなんか素敵だなって思ったら一緒のイベントに行くっていうのが分かって、こう声をかける機会を待ってたんだよっていうようなことでしたね。はい。その引き寄せみたいな力が働いてますよね、きっと。はい。でその方とその後まあ彼氏彼女の関係になって、はい。そこからまあはだかさんのまあ国際恋愛の 人生が始まったわけですねそうです、はいやっぱり国際恋愛をすると何か変わりますかね自分の中であのメンタル的なものとか精神的なものに焦点を当てて今回お伺いしたいんですけど精神成長したとか何か自分の中で価値観が変わったとか、うん、やっぱり。 全く文化も違うし性格も違う人たちだしコミュニケーションの障害もどっかしらあるとは思うんですよね。うん、原川さん英語達者だとは思うんですけどそれでもまあ十分に英語でコミュニケーションできない日本語よりはちょっとどういうこともあると思うんですけどその中で成長した部分って何かありますでしょうか多分たくさんあると思うんですけどでもそれは私日本の。 人の彼がいたことわか,からないんですけど多分外国人だからとか国際恋愛だからとかっていうことじゃなくてその 1, 対 1, の1対1の人間としての付き合いの中で成長したなっていう部分は大きいたくさんあると思います、まあ、1対1の関係先ほど金子さんがおっしゃったような男性性と女性性との交流によって成長した部分は非常に大きいということですね。はい、そのドイツの方のあとはどんな方とお付き合いされたんですか その後はほとんど、うん、デンマーク人ですねデンマークに住んでいたということながあるのでデンマーク人と言いますとやっぱりすごくリベラルで,、まああでね、結構性に開放なスウェーデンとかノルウェーで性、まあ、に結構開放的な国というイメージが強いですが。うん まさにそうですねすごいリベラルですね、まあうん、人にもよるっていうことはもちろんあると思うんですけど確かに性においてもなん性においてもかな、うん、いろんな人間関係においてすごいオープンですね、うん、あんまりこう制約こうすべきとかっていうのがなくてこう私,こう私こういう関係が好きなんだよとかこういうの好きなんだよって言ったらへえそうなんだっていう感じですかね。うん い,いですよね、まあ。だいぶ日本とそこが大きな違いかと思うんですけど、まあ、例えばデンマークですと、まあ、今問題になって LGBT が普通にいたりとか、まあ、セックスについて普通に小学生からオープンに語れるような教育がされていたりとか。はい 日本と違ってこうセックスイコール恥であるみたいな文化がなくって、まあ、非常に開放的でオープンについてかオープンに語れるみたいな生活の一部ですねもう本当に一部なんだろうなな,なんかこう、まあ、趣味がありますとか仕事がありますとかもうそんなノリで全然タブーではなくて話せますね、うん はいいありがとうございますそこで今度、ちょっと例的な部分について着目したいと思うんですけど、まあ、男性性と女性性の交流によって、まあ、例えば、まあ、私の場合結構マイナスエネルギーを持っている男性とセックスしたら体調悪くなったりするし逆に相手がマイナスエネルギーを持っていて私がプラスのエネルギーを注入することになると相手の運気が上がったりするんですよね。 うん、こうエネルギーの交換作用が、まあ、起きるのと思うんですけどはるかさんにおいてはどうでしょうかねあ,あんまり考えたことなかったんですけどどうなってるのかななんか自分の中では今こう言われたことを考えたらもう私と関わったら、まあ、肉体的にも精神的にも何にしてももうなんか上がる一方しかなくないみたいな思うので。 うん、エネルギーの影響を受けてるのかな。うん、まあ、与えてるとは思います。はい、うん。それはきっとあります。はい。あの、ちょっとね、あの、いろいろ、えー、面白い話も聞きたいんで、はい、あの、あの、えー。結構大富豪の、なんか、あれとか、はい、あの、なんか、サバイバルキャンプとか。はい、<laughs> その辺りの話を教えてもらっていいですか。え、はい、え、なん、どうやって話したらいいかな。 あなんか結構そのパートナーが毎回毎回こうあか変わるたびに結構生活スタイル生活そのもののんだろうな質が結構変わるんですよでだから1回はすごいまああるカレーの時は言ったらすごいこうものすごいまあお金持ちで、まあ、いろんな別荘国内にも別荘何個かあるし海外のカリブ海とかにも別荘があってみたいな人とか。 もう1あ楽ちんやわーみたいな暮らしの時もあったしでも逆になん,かあなんかちょっとワイルドな暮らしも楽しそうだなとかって思ってくる頃にそういう,こうちょっとワイルドな感じの、まあ、言ったらこうなんていうヒッピーな感じというのかな,なか彼と出会ってそれで一緒に旅することになってこうもう本当にキャンプ張って大雨の中,キャンプの中あ、テントの中で暮らすとかそういうワイルドな暮らしをしたりとか。

いやでも多分そのねうろうろしてたのは多分日本うんキャンプテン,トテント持ってはかな、うん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 、と思う、うんえー、そういうそのその相手がそういうふうにバ,バリエーションが多いっていうのはなぜだと思いますかえーな,んでえー、なんでだろうでも やりきるんですよね、一回一回その。例えばそのお金持ちの彼がの時がいましたでなんか「あいいわ」みたいな左打ちは「やわ」ってこう暮らししててなんか多分その自分の中でこう意識してる部分かしてない部分かで「やりきった次のことしたいな」みたいななってくるきて「じゃあバイバイ」ってお別れになるんですよね。でそしたらその次こんなことしたいなとかこんななったら楽しいかもみたいな思ってるとやっぱそういう人に出会うっていう感じかな。うん あで,すね、でもんか出会う時のタイミングっていうので面白いなっていうのがあってなんかこう右霊にしてる時とかじゃなくても,もう髪の毛も振り乱してるわーみたいな時とかでも 例えばその振り乱した理由が例えばダンスイベント行ってきました、もう超楽しかった、もうこんな楽しくって幸せやみたいな時に出会うことが多いのでなんかよくこうご機嫌でいるの超大事とかって言うじゃないですかあれほんまやって思います本当その自分が楽しいって多分思ってこうオープンになってるからオープンにこう楽しそうにしてるから多分人が入ってきや,やすいのかなっていう。うん、うん 男性はよく言われることは幸せな女性に惹かれるというか、まあ、暗そうにしょぼんと歩いている人には惹かれないけど幸せな人に揚げまん的な気質を見いだして本能的に惹かれるというのはきっとあると思うんですが、はいうん、今までお付き合いした中で一番自分が成長した方ってどんな方ですかみんなな成長した気がするけどな いやでも一番最近の元彼かな、そしたら、うん、そうですね、デンマークの人そ,うそれがすごい面白くてなくてどんな方って言われてこう言葉にこう一言であんまり言えない感じあでもね、可愛い人でしたねうんすごいこう純粋で,あでも同じようなタイプですね、うん、思ったことをこう思ったことをタンってやっていく感じうんですね。 そうですね。皆、う、さんありがとうございます。はい、すみませんあの今日のあのチャリティーイベントの趣旨のあのチェコのあの話をちょっとしてもらっている。<laughs> えっとですね、えー。今日のこの趣旨なでしたっけ。このそうクラウドファンディング的なの趣旨なんですけど、金子さんにこもありがとうございます。なんですけど。 えっとまあ、急な話だったんですけどこう私が日本舞踊あの踊り子さんって今紹介してもらったんですけど日本舞踊の上方舞っていう大阪発祥の舞をしていまして、まあ、上方舞小川流っていうんですけどその小川流のヨーロッパツアーっていうのがありましてそれがこう、まあ、突然突然ではないんですけどこう舞い込んできてこうあらよっていう間にこう私も参加することになりましてでそれで。 ななかなかこう滞在費とかそのまあいろいろとお金がかかるってなった時にどうしようかなって思って金子さんにこう相談させていただいたのがスタートだったんです。でヨーロッパのツアーなんですけど、えー、っと何があったかな最初はそのチ,ェチェコとスロバキアが今メインでするんですけれどもチェコのえー まあダンスフェスティバルの方でそのフェスティバルのオーガナイザーの人とその市長さんかその東ボヘミア劇場っていうチェコの東の方でするんですけどその東の市長さんからご招待いただいてのイベントとかですとかあとプラハのレストランかなからご招待いただいてそこでのダンスの披露とかあとチェコのチェコ日協会さんですとかあとスロバキアの方はスロバキアの大使館の方から ご招待をいただいて、まあこういろんなところでいろんな機会で回せてもらったりワークショップしたりっていうことをします。それはあのなんていうんですか、ね、あのその、えー、流派のなんかこう発表会的なものなんです国際親善みたいなものなんですか？そうですね流派の国際親善っていうので、うんこう披露させてもらうのもあるし、あとその何があったかな。 狂言会さんチェコの方の狂言会さんとこうコラボレーションで伝統芸能をこう見てくださいみたいなことをししたりします表現が難しいんですけど、えー、っとそういう形であの新しいなんかこうその海外交流みたいな感じで。あのえー はるかさんが行かれるんでまあ、今回はその応援イベントというあのクラウドファンディング的っていう感じなんですけど、まあ、売り上げに関してましてはそのあのあ渡航費用渡航費用じゃなくてあのいろいろ必要な費用の方にカンパさせていただこうかなというふうに思っております。うんはいはい、で、えー、ちょっと話は戻りますけどあのー、今あのそのそゆりやさんがちょっとあのー えー、その男性がそういう形で運気を上げるみたいな話を言ってたんで、えーまあ、結構ねスピリチュアルの関係で結構性に関して興味を持つ人が多いという話はあります。で「神殿娼婦」っていう話をあの聞かれたことありますかね。神神殿神神殿婦というういううあの神殿っていうのはあの、えーと まあ、普通の神殿ですよね。で、あの、娼婦っていうのは。あ<ー>ええー、はい、はい、はい。あの。えっ、ー、と、過去においては、あの、結構世の東西を問わず、そういうエネルギーを扱える。まあ、女性たちが。まあ、宗教行事として、あの、エネルギーを扱ってたって伝統があって。で、最近、あの、なんか、まあ、分かってきた話ですけど。その。 まあ肉体の上にまあエーテル体があって霊体っていう順番になってるんですけどまあそういうあのエーテル体をあの扱うことに長けてたまた霊体の方も含めてですけどそういう女性たちがいててでそういう人たちはやっぱりちょっと普通の人と違う意味であの性に向き合ってるっていう感じがしています。そういういことをですねあの なんどういう形でお伝えした方がいいのか結構悩んでるところがあるんですけどなんかちょっとね変な方に行く人が多いのであれですけどでエネルギーの交流なんであの必ずしも肉体的なあれを関係あの全然必要としてなくってで、まあ、そのエネルギーを交流させることによって現実的な想像例えばあの いいろいろ繁栄とかですねそんなことがやれるみたいな、まあ、そういうことを昔やってたっていう感じだと思いますで今日の話ねあのちょっとパートナーシップの話ではるかさんの話とちょっと連動させたいなと思ってるところもあってあのさっきあのその喜んでる時にそういう人と出会うって言ったじゃないですか。 具体的にあの例えばこういう時にこういう人と出会ったとかそういう話とかもし、優しく使えない範囲でおしつけ教えていただけてありがたら、えっと、例えば、えっとね、あそうさっき言ったみたいなこうダンスイベントに行って帰ってきてもう言ったらダンスイベントってめっちゃ踊るじゃないですかだからもう化粧とかも落ちてるし髪の毛もぐっちゃ満開なんですよ。 でもうその上にも汗もかいてるからもう汗の匂いもするしててもうこういう時は誰,には誰にも会いたくないみたいな友達にも会いたくないぞみたいな時なんですけどでも,もうやりきったーっていう感じなんですよもう,いやもう踊りきったわーっていうので「ああ」っても踊りきって幸せやっていう時に出会,出会いましたねバスの中でそうバスの中で。とかあとこう。 なんか一人でこう私お茶が、紅茶がすごい大好きで,のでのヨーロッパとかでもどこ行ってもこう素敵なお茶屋さんティールームとか行くのすごい好きで,でこう新しく発見したティールームでいいお茶を飲んできたんですよ。でその時のお茶を飲んでるそのティールームでも結構なんか素敵なおばさまとかに「あなたの飲んでる姿がとても飲んでてすごい楽しかったです」とかって言われてうご機嫌で飲んでたんですよ。で帰,って帰る時に ご機嫌な気持ちで「あ美味しかったしおばちゃんとかともトークしたし楽しかったわ」ってしてたら同じ電車に乗っていた人がたまたまこう後ろから通り過ぎていったんですよね。であなんか誰か通り過ぎていったわと思ったらなんかその人が帰ってきて、うん、なんかこうあ「あなたのエネルギーに引きつけられてしまった」みたいなことを言って帰ってきてそうっていうようなことがありましたね。 その男性にあのなぜ惹かれたのか聞,聞かれたことはありますかあななんそういいえば聞いた気がするなあでもそれは本当にさっき言ったみたいにそのなんかこう抗いざる抗いざるあら抗,抗えないエネルギーを感じたとか、うん、とか,なんかあと,あとはなんかわかんないけど声かけたくなっちゃったみたいな感じの答えでしたね。うん えそのポイントはさっき言ってたようにやりきった感とかそういうのが多分ポイントだと思ってるんですね自分,自,分自分ではなのかなとにそんなにこう共通してることってないかなと思ってうんえで例えば相手によって例えばその反応が違ったりとかいうのはありますそれとも大体共通の反応なんですかえとな何の反応、うんうん えっとどどんな時に？うん、ああどうだろうなあでもなんかみんなニコニコはしてるなーっていうのは、うんうんうん、ありますかね。うん、ありがとうございます。多分これ多分エネルギーなんでしょうねやっぱりねエネ,エネルギーであの多分なんか控えちゃうんだろうと思いますね出出してるんだろうな。<laughs> あのまあえー、とエネルギーに関して言うとですね、あの一般の話の中でちょっとあの誤解されていると言うとおかしいんですけど、えー、タオとかあのインドのタントアとか呼ばれてるやつってあのいあの大きくは分からないんですけど一般には多分エーテルエネルギーのレベルなんだろうなと思ってます。だから シュメールとかエジプトの昔やってた多分神殿娼婦の技術っていうのは多分もうちょっと上のアストラル体っていうか霊体ぐらいまでいけるような話なのかなというふうに思っています。で多分その今のエネルギーに引きつけられるっていう話もひょっとしたら何て言うかどのレベルで引きつけられてるかにもよるのかもしれないかなというふうに思います。 あ,のあとはゆりやさんの方から今のような話でもうちょっとなんかこう聞きたいこととかありますす、はい、そうですねあの金子さんがおっしゃったようにはるかさんのエネルギーに引き付けられたと思うんですけど結構こう、未公的なエネルギーを持ってらっしゃる方とは私は直感で思うんですけど、はい、はい、そうですね。 あの私もそうなんですけど結構、男性の変革期人生の転換期に出会うことが多くってはるかさんの場合そういった経験ありますか結構私と会って男性の人生が変わってるとかあと逆にお母さんが死んだ直後に出会って私が癒さなければならないという使命を追っていたいとかそういった経験は結構あるんですよね。そういったあの男性を癒す使命が 追っっっっってててるんんだだななな思思たた経経験験とかか男性の変期ありますかでもまさにその転換期に出会ってるなっていうのはすごい思いますなんかだかたいその元彼とかをこうかんこう別れ私とこう大結構別れる直前もしくは別れてからやっぱ全然人生変わったりとかもうダーッて上がったりとかしてて別れの前にダンって上がっててもよかったよみたいなふうになこと思うから <laughs> そう全然そのこれまでこう,こう来たところがこう。 クンってこう上がるとか,なんか全然違う人生のなんだろう全く違うことをしだすとかそういうところに立ち会いますね。 やっぱりこう男性の,そのエネルギーの総合効率が起きていると思うんですけどそこで男性のエネルギーを上げて一気に運勢が変わったみたいなことがも,もしかして起きているかもしれないということですよを、ね、具体的な例として差し支えない程度に教えていただけますでしょうか例えば落ちていた男性がはるかさんと別れる直前か別れた直後にすっごいダンって上があったとか。 人だったんですけどこう、まあ、前からこうなんかこう自分で仕事したいなとかっていうことは聞いてたんですけど結構その別れてから、うん、別れてからかなそのやっぱりこう決めたみたいなこうやっぱりやりたいことをやって生きていきたいって,言って決めて今レストランにンレストラン何店舗かな経営してるとかプラス食品の卸の会社の経営も始めたんだよみたいなことを聞いたりとか。 あと不動産してた彼とかいたんですけど不動産の関係もすごい広がってるしでなんか最近新しい事業に手を出してねみたいなことを言って,てそてパワーストーンとかそういう鉱石鉱石,っていうの石を売る仕事っていうのを始めたりとかなんかこうやっぱりこう全然違うところにこう行ってるっていうような人が多いですね、うん、転換期直前に出会うっていうことですよね。 はい、あとはるかさんにお伺いしたいんですけど、あげまんだと思うんですけど、あげまんのこずっていうのは何か日頃から意識してることとか、男性と付き合うときに逆に下げまんっていうのもいると思うんですけど、ここを注意してるとかって点はありますかね。注意してることか、あるかな、いや、あんまない気が。うん あ,あでもねあのー、結構私も迷ってた時期多かったんですよそのなんだろうなもともと生まれながらのこうモテモテとかっていうわけじゃないからいろんなこうマニュアル本とか読んでたんですけどでもなんかある時にいやでも私もこのマニュアル本が目指してるが言ってる幸せを私は欲しいわけじゃないなって思って自分が望んでる幸せの形は本人は書いてないぞって思ってだったらもう自分のもうありのままでいいやと思って。 で、もうそれからはもう自分のそのままで行くことにしましたね。もう好きだったら好きって言うし、みたいな、もう聞きたいことあったら言うし、言いたいことあったら言うしっていうような感じですね。うん、うん、そうですね。そのままで。はい。あ,い、ねあ、と思います。うんうんうん。まあ向こうで結構でもいやわからない。日本人のそうなのかもしれないけど。 結構男性、まあ、私が出会う男性に関してはもともとそのまま来てもくれているように感じるのでもう,もうこっちもやっぱそのままで居心地がいいしみたいなな感じかな、うん、そう日本人に貸し文化があって草食系男子も増えてるしあんまりこう好きでも好きと言えなかったり、うん、言いたいこと言えなかったりそういう人結構海外に比べたら多いのかなとは。 うん、その多分デンマークはまあ直球の方が多いんだなとは思いますけど逆に、はる、い、か,か,かって僕のこと好きでしょみたいな言ってくる人もいますねって言われたらそうって言っちゃうみたいない、うん、はいありがとうございます。あの今まで付きき合ってきて 逆に変わった人とかっていいますか <laughs> はいすごい変わっていた人と違うなっていう人はいましたが、うん、えなんかみんな結構変わってる気がするな、うん、うんうんうん <laughs> そうですねサバイバルがそう,、うんうん、そうだな前の一人そのデンマーク人の元カレとかは結構変わってたかななんか あ昨日あ、さっきあの金子さんと話してたんですけどそのプロおごらレイヤーの方じゃないんですけどそんな感じでなんか割とこうもうもう歩くお地蔵さんみたいな感じでその彼がね、うん、もう言うたらもう手放しでも,もう日本でもそうだしデンマークでもそうだしイギリス行ってもそうだしインドネシアとか行っても,もういるだけでなんかみんなに助けられてそれでいやいや、なんかそれでなんか、うん、飛び回ってますね。うん そう羨ましいわみたいな感じの,、うん、あの毎回こうそれぞれだ男性のタイプが違うとは思うんですけどそれで苦労したりはしませんでしたかやっぱり自分が目指す理想とする生活スタイルみたいなものはないんでしょうかねうサバイバルがいいのか、まあ、あの大富豪とのセレブな生活がいいとか、まあ、よくある普通の幸せがいいとか。 うん、そういったあのビジョンというのをお持ちでしょうかそれを最近考えてて多分全部欲しいんですよ、そう全部あ,のなんかこうあるときはこうああもう左打ちはっていう生活も好きだしそのサバイバルも好きなんですよ。 だし,だしそのエコな生活とかも好きだしもうそれ全部ひっくるめて私の生活私のライフスタイルみたいなでそれを今まで私はこうそのパートナーとかパートナーに,たにこう何こう与えられながらそういう生活をこ,うこんな感じなのかっていうのをこうしてきてこ,うでこれをこ今から自分の形でまとめていくというかここから行くぜっていう感じなのかなって今最近思ってます。 ある人生を何度も違う生活を経験できるっていうことですよね。はい、それは非常にま充実した人生でいますよね。はい。金子さんが考える男女間の恋愛で幸せになるために秘訣っていうのは何でしょうか。え、何かな。えー、でもやっぱ正直にいる自分、まあ、自分に正直にいること、うん、かなーと思いますね。うん。まもう自分の道突っ走っちゃっていいと思う。 マニュアル本でこう女性は男性を追わせなきゃいけないみたいな本あるじゃないですか好きと思っても好きと言ってはいけないし男性から追わせてはダメあと最初のデートはもう2時間から3時間で帰ってもう軽いキスまでセックスは最大も3回目以上じゃないとダメとかうん毎回。 ダメ <laughs> そういった「マリアル本」に対してどう思いますかなんか昔流行ったルールズみたいなベストセラーがあると思うんですけどそれも読んだことあるんでそういった本に関してはどう思いますかあなんかそれでうまくいく人はうまくいくのかもしれないけど私はそれで苦しくなったんですよね自分が。出しできなかったしあとこうトライするじゃないですかそういうルールやっぱりこう自分でこう自分の中のこう勢いが上がってくるわけですよやっぱやってられんみたいななってやっぱその自分の中の流れに。 合わせにこう乗っかった方が絶対うまくいく。うん。うん、だから、その。好きって思ったら、もう好き好き言っちゃうし、タイ度でアピールしちゃうし。もうなんかも。今だと思ったら、もう、もう、一緒にこうメイクラーブみたいな感じで、いっちゃうしみたいな。うん。そう、本能のままに。<laughs> うん、はい。ありがとうございます。ここで、会場から質問がありましたら。はい ここでですね、せっかくあのはるかさんのお友達がたくさんいらっしゃっているので、日頃はるかさんに聞きたいことがありましたら、皆さん手を挙げてください。挙げなかった私は指名します。誰かいらっしゃいますか。誰か質問されたい方はいらっしゃいますか。じゃあ指名してもいいですか。はるかさんに聞きたいことありますか。なんか喋りそうだったま。あ、どうしてあのチェッの。 あの支援がいいなと思って神に来たんですけど <laughs>、えー、うれしくてもうとっても大好きな画家さんの出たところでもうあのスラブ民族っていう歴史も、ね、すごく深いですしねもうとても大好きなんですよでなんか不思議なことに、まあ、いつもなんですけど私には大体いい何かがある時とか必要な時の大体いい1週間ぐらい前にこの辺に仕事があったりするんですよ。 私ここ2回ぐらいも代々木で仕事があってあなんかそれで今日見たら金子さんの見たら代々木ってなってたからあもうこれは行くんだなと思ってしかもチェコのチェコのあの支援ができるやんかんと思って <laughs> もうなんかそれだけでなんかあとパートナーシップの話聞けたらええやんかんと思ってもあのど素人で来たやねんでっていう感じなんですけど <laughs>、はいはい、とっても楽しいあのなんか質問。 が、ちょっと思い浮かばないので、あのよそに振ってもいいですか。<laughs> は、はい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございました。もう一人ぐらい。よかったら、この、今日の感想は。どうしますか。ありがとうございました。今日の感想で、もし何か質問がありましたら、お願いいたします。友達の紹介でこちらを知って、今日来たんですけれども。あ、まあ。チェコっていう。 キーワーワドがあって、私のフェイスブックの友達もなんか1か月ぐらいチェコにこの間行ってちょうど帰ってきた時期でなんかすごいご縁があるのかなっていう感じで,で、まあ、パートナーシップとか私はもうこれからっていうんですかね今いないので、まあ、募集中な感じなんですけれどもなんかこう日々感じてたことっていうんですかそういうルールにとらわれないであったりとかそういうの,その自分の人生を軸にして考えるっていうかこの、まあ まず自分の人生を楽しむっていうそういう考え方がなんかすごい自分とあなんか答え合わせをしに来た感じっていうかそういう感じでしたはいありがとうございますありがとうございますじゃここでバス屋村さんにも入ってもらいましょうかねはい。 増山レナさんとはたびたび私恋愛のモテ講座も主催しておりましてはい、6月27日中もやりますが何か恋愛パートナーシップについて増山レナ監督を交えてお話ししたいと思いますただいま準備中ですねはいじゃあ今のカリスタンはどんな方なんですか今はいないですこれからできるそう。 そうそうと思いますよ、うん、と思いますよとか言って、うん、そう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 、うん、はじめまして、映画監督の増山麗奈ですであ。はじめまして、ありがとうございます <laughs> え。金子さんのコクリエーションの撮影と編集を担当させていただいています。 金子さんには今、最新作の「この始まりの日」「ベーシック・インカム元年」という映画があるんですけれどもこちらのサポートもしていただきまして感謝してます、今日はすごい面白いですね、なんかわかるわかるみたいな気持ちで聞いてました、なんか私も本能のままに生きているタイプで、はい、なんか魂が惹かれるエネルギーにこう近づいていくようなところがあって。 なので,しいです <laughs> なかなかそこまでいろんな国の方と付き合ったことないんですけれどもでもすごいあの素敵な体験をされていてなんかもっとその感覚を今こう肩書きで人を見たりだとか。 そのレールの上の上こ,この生き方が勝ち組だとか負け組だとかほっとけよと思うわけなんですがなんかこうマウンティングだとか,なんか資本主義とセットの中でえ生き方がこう順位がつけられるようなところがあると思うんですけど多分今の時代ってそれをえー飛び越える根っこ こう自分が本当の心と体で生きる生き直すみたいな時代だなと思っていてなのであの今日金子さんがのパートナーシップの話をされるということでどんな話かなと思ってたんですけどあなるほどと思いましたなんかはるかさんの生き方に触れるとみんなそのままの自分の心と体に素直に生き,生きることができそうな。 気がしました。したありがとうございます。え、今、ちなみに、ありがとうございます。嬉しい。うんうん、はい。うん、はい、え、何喋ろう。うん、はい。え、あの、いや、あの、松山監督が、うまく、あの、私の意図を表現してくれたよ、感じなんですけど。あの、とりあえず、このトークイベントは、あの、そのチェコの、あの、支援っていう話もあるんですけど。 なんか生き方そのものが人に多分インパクトを与えるような感じがするのであのそれをいろんな人に聞いてほしかったで、まあ、こういう風なイベントで、まあ、ある程度、ね、もう流れに任せるっていうかでも思った以上にいい感じにあのなんかこうちゃんと流れたような感じがしててすごくいいなと思っております。 で私そのエーテル隊の交流っていう話を最初に金子さんがされてたんですけれどもあの実際自分は今は結婚していて子供もいて一度離婚をして、えー、再婚をしてる状況なんでもうこれ以上まあ とりあえず子供が大きくなるまでは浮気はしないどこっていう気持ちがあってどっかそれはセーブされてるんですけれどもでもアーティストなので例えば金子さんと作るこの動画もどういったものなのかなと思いながらこう試しながらより良いものとかあと絵の依頼を受けたらどんな絵が一番その頼んでくださった方の心のひ弾に響くのかなと思ったりとかある意味 多分それエーテル隊の交流ってやつじゃないかなと <laughs> でなので私アーティストってみんなそうかもしれないんですけれども,もあの家族や恋人でも触れないような心の奥の深いところをお互いこう触り合うみたいなすごくエロティックな作業だと思ってるんですけれどもひょっとして私のこの体験もこの時代は生きてくるのかもしれないなと思いました。 ああのまさにその通りであの想像とぱりあのエネルギーの交流なんですよねだから、ね、あのずっと言ってるようにあのその肉体的などうのこうのではなくって本当にあの男性性と女性性が交わることにあのエネルギー的に交わることによって、まあ、あのアートもそうだしあのそういうもっとアートだけじゃなくて多分 もっとなんて言うんですか IT とかいろんなものに多分そういういろんな想像が起こるんじゃないかと思ってるんですよねだからそういう意味ではなんかこうそのエネルギーが交流するってものすごく大切かなというふうに思いますでえー、っと、えー、せっかくなんでですねあのワークをするって言ったんであのちょっと簡単なワークだけをあのしようかなと思ってます。あのよろしいいですか、はい、さんはい ディ、えっとね、ファインシフトっていうあの何を最終目的にしたいかっていうと、えー、はるかさんのそのなんていうんですか会った時のモチベーションみたいなやつを皆さんに転写するっていうのをやりたいなと思ってるんですけどなんか彼氏と出会う時の,その状況を転写するっていうのをやってみたいな <laughs> あの, <laughs> あので。 あの全く全然分かんない人が最初から分かるの難しいかもしれないからちょっと段階踏んでやるんですけどあのまず、ね、あのネガティブクリアリングっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけど皆さんの,その、まあ、エネルギーが変わることにどう,どういういうな影響があるかっていうのをちょっと体験してもらいたいと思います。でなんかねあの えと嫌な思い出とか悲しい思い出とか何か1つだけピックアップしてもらっていいですかあの悲しい思い出とか嫌な思い出とかもうどうでもいいような決していいような思い出で私が「はい」って言ったら思い出していただいてでそれをちょっと1回エネルギー的に消すっていうのをやります、はいはい、じゃあ何か1つピックアップしてくださいねはい、えー、思い出してください はい、ありがとうございます。でもう一回あの、えー、思い出し直してもらって、ビフォーアフターで変化があった人ってあげてもらっていいですか思い出して、ちょっとあの感じが変わったとか、記憶があのちょっと変わったみたいな話。はい。あさすがですね。あじゃあ、こっちだけちょっとね、であの話しづらいと思う聞い切りますけど、どんな感じでした 画像のこっち半分がなくなっちゃいました。うん、はい。かもしれないです。<ー> <laughs> なんか。そう、こう体感、体感、体に体感するみたいな感じで、こう。で、うん、ってこう抜けていく感じがしました。映像自体が変わった感じですね。映像、明るさが全然変わりましたね。はい、ありがとうございます。あの。 まあエネルギーを変化させるというのはこういう感じで、えー、これ変化させることによって嫌な思い出にも思い出せない人と深く入ると思い出せなくなったりとかあの映像でいうと砂嵐が出て見えなくなったりとかいう人もいるしあの嫌な思い出の嫌な気持ちだけなくなったとか客観的に見えるみたいな話に聞こえたりあのそういうふうにあの感じたりする人もいるんですけど、えー、っとそんな感じになります。で、えー これをですねあの逆に使ってですねあの今のは消した方なんですけど定着をさせますであの皆さんあまり何も考えずにいいんではるかさんがちょっとその時の会ああった時のこうやりきったかの時を思い出してください、はい、でそれあの私が入っていた思い出してくさるそれをあのなんかこう皆さんに定着させるっていうのをやります。で あとで,ですね、なんかこう人とこう恋人と出会う時とか恋愛する時の感覚を他あの感じてもらってビフォーアフターがなんかこう、変わったかななんかね、そのビフォーアフターがちょっとあの確認しにくいかもしれないんですけどなんか人と恋愛,するものを恋愛することを思い出してそのあの雰囲気が変わったかどうかをちょっと後であので確認してみてください。では、行きますね。じゃああの ええ、はるかさん、思い出してください。ええ、私が定着させます。 はい、ありがとうございます。ちょ、ちょっと、あの、同じように、ちょっと恋愛してる時の感覚、あの、思い出して、ビフォーアフター確認してもらっていいですか。変化のあった人、手を挙げてもらっていいですか。あ、なった、いや、すみません。みなさん、もういい感じ,じない。じゃ、ひでさん、どんな感じですか。はい、なんか、こう、純粋無垢なものが入ってきたような。 感じですねすごいいい感じというか生まれ変わるよううな感じでしょうかね、はい、多分あそんな感じで、えー、と今日はちょっと最終はこれをしたくてあのさっきあのレナさんが言ったようにはるかさんの体験自体が皆さんの多分あのなんかこう人生観を変える力を持ってると思うんですけど、まあ、それだけじゃなくってエネルギー的にも。 皆さんにこうちょっと定着してもらってっていうのをやりたいかなと思ってましてでネットを通じてどこまでできてるか分かんないんですけど少なくとも近くにいる人は結構あのエネルギーの交流は起こってるはずなんで、えーまあ、そういうそのお裾分け、はい、<laughs> ができているかなと思います。ということで、えー、今日の、まあ、一応あの、えー、説明というかトークイベントは終わりにして。 あとはちょっとこっちで一旦モードにしたいと思うので、最後にあの出席出席者というかこっち側のあの感想だけをちょっと聞きたいんですけど、えー、っと一人一人よろしいですかね。はい、本日はありがとうございました。 あの初公開収録ということでたくさんの方がはるかさんの応援にも集まりくださいまして、はい、非常にはるかさんの経験が勉強になりましたやはりこう純粋無垢なところがこう恋愛でいろんなマニュアル文をこうした方がいいとかああした方がいいとかってありますけど結局は人それぞれ個性があってそれぞれ接し方が違うわけでその中で男女がまあ素直に一対一で,で結局セックスするわしたとしたらすべてが分かってしまうわけですからこう最初からこう純粋無垢な は、まあ、あの、そのまま、まあ、ちょっと盲信的な感じで、うん、やった方が。最終的にうまくいくんだなっていうことが、まあ、す,すごい勉強になりました。ありがとうございます。はい。えっと、何ですか、この、実はですね、この。金子さんのこのコクリエーションのティの番組を、こう、見てる側だったので。私、これ出るんやと思って、ちょっと。 びっくりしたのとちょっと緊張してたんですけどてかまあ今も緊張してるんですけど楽しかったですすありがとうございます皆さんありがとうございますさっき私手を挙げるのを忘れちゃったんですけれどもそれはあの効果がなかったっていうよりなんかあのその気持ちにぽーっと入っちゃって自分がこうステージにいるのを忘れちゃったっていう感じでした。あとはるかさんが すごい繊細な魅力があるなと思って見とれてしまいましたはいなんか私もこうときめきの気持ちだとか心をオープンにしていいご縁を引き寄せられるようにあのしていきたいなと思いましたありがとうございましたということで、えー、今日は終わりにしたいと思いますどううも皆さんありがとうございました